アレクサンドル・タグリアーニはカナダのレーシングドライバー。ケベック州モントリオール出身。現在はブライアン・ハーター・オートスポーツからインディカーシリーズに参戦している。タグリアーニはチャンプカーでの経歴がよく知られる。カート時代の2000年から最終年の2007年まで参戦した。彼はグレッグ・ムーアに代わって2000年にフォーサイスレーシングと契約した。 第3戦目のブラジルでは、ポールポジションを獲得、レースの大半でトップを走行したが9ラップ目に、スピンし、初勝利を目前にリタイアすることとなった。2001年には、第16戦のドイツで、アレッサンドロザナルディとクラッシュ、ザナルディはこの事故で、両足が切断されることとなった。タグリアーニは2002年末までフォーサイスに止まったが、ポール・トレーシーと交代させられた。 2003年はロケットスポーツレーシングに移籍し、2004年まで同チームに所属。この間2004年のロードアメリカでチャンプカーにおける初勝利を遂げた。2005年はチームオーストラリアに加入。同チームはデリック・ウォーカーがウォーカーレーシングとして長年運営していたものをオーストラリアのビジネスマン、クレーグ・ゴアの支援を得て解明したチームであった。 レースエンジニアが不足する中、タグリアーにはシーズンを7位で終えた。2007年にはロケットスポーツに復帰し、10位でシーズンを終えた。彼はチャンプカー経歴で4回のポールポジションを獲得した。カート、チャンプカーインディカーシリーズインディ500ナスカー、ネーションワイドシリーズナスカー、カナディアンタイヤシリーズ V8 スーパーカー、インターナショナルドライバー、 Not illegible for points in 2010 format.Points listed is team points for ドライバー Jason.Bargue are not in the two races where to live.CEO.Driver for the 11K Racing Holding. ありがとうございます。